今日は9ヶ月で2万キロ走ったこのジムニーの、レビュー、外装のレビューをしてみたいと思います。まず今回悪い点から、6個ばかりいきます。まず1点目が、これも買って納車すぐにびっくりしたんですけど、このガラスの付け方ですよね、これが、ちょっとあまりに簡素で、こう普通だとこうなんていうんですかね、ウェザーストリップみたいなゴムのパッキンみたいなのがこうついていると思うんですけど、なんか接着剤かなんかでピッと貼ってあるだけのような、でしかもこの下にですね、こうやってなんかポチッとなんかあるんですけど、自分はてっきりあの納期がね、切迫してて作業忘れてるのかなって思ったぐらい簡素だったんで、実は他のジムニーも見て、あ、こういう仕様なんだって分かったような仕様です。前の23の時にはこんなんじゃなかったと思うんですけど、特に問題ないんですけどね、これがだいぶちょっとまず、納車されてすぐにびっくりした点、ちょっと残念ポイントです。次2点目なんですけど、ヘッドランプがやっぱり暗いですね。私のこのジムニー中間グレードの XL なんですけれど、やっぱりハロゲンなんですね。今時の LED じゃないので、どうしても暗いと、23も、ハロゲンだったので暗かったんですけど、大して変わらないんですけどね、やっぱりあの今のご時世だともう LED じゃないと厳しいなと。これは、スパリーさんから提供いただいたもので、LED に玉を交換してます。今のところ、この今年のね、ものすごい猛暑でも、特に、不具合出ずに、動いてますんで問題ないと思いますけど、やっぱ LED に、ヘッドライトは交換した方がいいかなと思います。これは残念な点、2点目ですね。次3点目ですけど、この燃料のキャップ、フェールキャップですね。これ、給油するときに外してここにかけるんですね。ここにね、一応かけるところがあるんですけど、これが非常に使いにくいっていうかね、ここをかけてやっても、すぐ落ちちゃう。ちょっとやってみますかね。給油するときにここにこうかけるんですけれど、こうですね、これが、もうこのガソリンのノズルとか入れてちょっと当たるだけでもうすぐ落ちちゃうんですよね。でハスラーなんかはここにちょっとちょこっと突起があるだけでそこにこう引っ掛けるようになるんですけれど、これわざわざこういう作りになってる割にものすごく使いにくいんですよね。だからちょっとこれはいただけないなと、せっかくつけてもらってるんですけど、もうちょっと考えてほしかったなっていうところが残念ポイントです。4点目なんですけど、ボンネットですね。ちょっと開けます。今こうやってボンネットを開けました。でこのステー、1個で止めるんですけれど、ちょっとここでわかるかな、ステー側がこうあってこっちがこう下がってるんですよね。要はこのボンネットがだいぶ重くて、その重さでねこう変形してるような、感じになります。で私なんか洗車して、このね、エンジンルームの中も乾燥させる意味も含めてこうやってボンネット結構上げてたりするんですけれど、この状態でボネット変形しないかなってちょっと心配になったりします。共同的にそんな問題ないのかもしれないんですけどね。このボネットをクラムシェルのあれで、強度自体
ね、増してるとかって言いますけれども、まあ、ボンネット自体がやっぱり結構重たくなってしまって、このステー1個だけだとね、だいぶ負担がきて結局こう斜めになってしまうみたいな、ちょっと見た目がやっぱりだいぶ心配な変形具合なんで、まあ2点ステーにするとか、もうちょっとステーの位置を変えるとかね、なんかした方が本当は良かったのかな、で中央に受けるとかね、とは思います。まあ、ここはちょっと残念ポイントです。次5点目なんですけれど、まあちょっと細かい話ですけどね、このオイルキャップですね、これがえらいチープになったなって、思ってます。あのオイル交換する時にね、あの思いますけど、前の23はね、ここのところも全部金属で、なんですかね、あの全部ネジが切ってあってね、こうくる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 と回してね、この上げた感じもね、ここの、キャップのこの取り付け部もね、だいぶ重厚感があって、なんていうか、高級な、しっかりとこう、止め、なんていうんですかね、密閉してるなってあれがあったんですけど、これなんか、非常に粗末な作りというか、もう樹脂と樹脂でなんかあんまり密閉されてないような、大丈夫なんでしょうかっていうような感じですね。あのハスラーなんかがもともとね、新型も旧型もこんな作りでしたけど、ちょっとこれがまあ中なんでね、あんま関係ないっちゃ関係ないけど、実際メンテナンスをする時にね、ちょっと残念だなっていつも思います。まあ、これのせいかどうか知らないんですけど、オイル交換する時に、下から受けますけど、オイルが23の時はね、オイルがこういっぺんに出てこないんで、むしろこうキャップをね、少し半開きにして、ここのね、これも少しこう上げた状態で下ボルト外してオイル抜いてたんですけれど、この64はね、同じようなことをするともう一気にオイルが出るんですよね。オイル交換するときに、ちょっとびっくりするぐらいの勢いで出てくるんで、やっぱ密閉性大丈夫なのかなというふうなちょっと気がします。だからいつも、この64のオイル交換の時には、こことかここはね、逆に締めた状態で、エンジン、オイルのボルト、ドレンのボルトを取って、それからここを開けるというような、動きにしています。まあ、それでもすげえ勢いで出てきますけどね。まあ、ここの作りと直接関係ないのかもしれませんけどね。よいしょ。また最後の残念な点はですね、オイル交換の時のオイルフィルターですね。ここにちょっと分かりにくいんですけど、ここにあるんですけど、こういうバーがいっぱいあってですね、非常にやりにくい。まあ強度保つためとかね、まあジャダー対策でなってるんで、走行性はすごく良くなってるんですけど、まあオイルフィルター交換の時にはちょっと面倒くさいなというところです。で、逆に外装でいい点をね、2点ばかし、言います。まず1点、これですね、ドリップレール、これまあ風切り音がするとかって話も聞いたこと、まあ、あの JB11 の話ですけどね、聞いたことあるんですけど、今これに関しては全然風切り音もしないですね。でむしろ、まあ、ドリップレールってその名前の通りですね、雨がここ雨どいになってね、直接こう落ちてこないっていうんですかね、23の時にはね、本当にもう窓を開けて出ようとすると、ここのね、屋根の水がバーッと降りてきてね、本当にびちゃびちゃになることがよくあったんですけど、まあこのドリップレールがついたおかげでね、そういう、まあ、全然かかんないことはないんですけど、かかる量も減ってすごく、重宝してます。これはなかなかやっぱり良かったですね。まあこうやってウスキャリアをね、つけるのにも楽ですしね、何かとこのやっぱり、ドリップレールちゃん、これは非常にいいと思います。良かったと思います。
それと良かったこと2点目最後ですけど、これ気のせいかもしれないんですけど、塗装が弱いってよく言われる鈴木車ですけど、この色のせいもあるのかちょっと分かりませんがね、傷がつかない、つきにくいですね。これも狩猟で使ってるんですけどね、狩猟でやっぱ林道とか入るとこうね、横にこう草とか木とか小枝とかあってね、ここキーって引きずったりするんですよね。まあ、そんなで大体一発で傷つくんですけれど、なぜかほとんどわからない、ついてないんですよね。前の JB23 のね、緑色のやつの時にはね、もうキーと落としたらもう必ず、細かいね、すり傷がいっぱいついてたんですけれど、この色がいいのか、まあ、はたまたひょっとしたら、この車に関してはね、CC ウォーターゴールドってガラス系のコーティング剤を結構まめに洗車の時に使ってますんで、まあ、それがひょっとして構想しているのかもしれないんですけれど、非常に綺麗な感じでずっとこのまま行ってもらえるとありがたいんですけどね。まあ、狩猟車なんで、まあ、そういう細かい擦り傷ぐらいはしょうがないなって諦めてたんですけれど、ワンシーズン終わってみてね、全然傷ついてないことに気づきまして、ひょっとしたら鈴木の塗装、まあ、クリアが厚かったのか当たりが良かったのか、それともそのガラス系のコーティングっていうのは効いてるのか分かりませんけど、今この個体はね、塗装が丈夫で、艶があってね、満足してます。はい、ということで外装編でした。以上です。